はい、どうもねです。さあ今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらカードマックスさんで購入させていただきました激アツ1000円くじ第46弾ということで、激アツって書いてあるんで売り切れまで買ってしまいました。今回オンラインショップで買わせていただきましたけれども、残りね12口という形だったんで、もうすぐ売り切れだと思ってラストワンとかはなかったんですけれども、全て買わせていただきました。当たり枠こんな感じ。トップにボタンの SR、 そしてアルセウスブイスターの UR が入っております。その他にもですね、シロナの覇気の SAR だったりとか、まあその他ね、いろいろ当たり面白く入っているんじゃないのかなと思っていて、全200口っていうことなんで、まあまあ1枚2枚で3枚ぐらい抜けるといいかなというふうに思っていたりします。そしてね、外れ枠なんですけれども、有料カード1から3枚ということで SR とかではないっていうところもちょっと気になったので、今回こちら買わせていただきましたので、開けてみてどんな感じのオリパか楽しんでいきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということで開けていきたいと思います。まあ、金額的にはね、全部で1万2000円分っていう形なので、そんなにね、今ポケモンカードの開封ってね、本当にインフレが進んでいまして、どんだけ大きい金額を開けるか、どんだけ貴重なものを開けるかみたいなところになっているんですけれども、まあね、僕はなんかこう等身大の開封を心がけていきたいなというふうに思ってます。あんまりね、背伸びしすぎてもなかなかですからね。はい、ということでいきましょう。一つずつ、なんかこのスリム上の方、あ、これあれか、これがこう、ここの袋の部分がちょっとこの上にかかっちゃってるから、ちょっと曲がっちゃってるんですね、このここの部分ね、わかりますか。まあこんな感じになっちゃう。まあそこはちょっと残念ですかね。まあいきたいと思います。さあ2枚構成になっていて、1枚ずつ見ていきましょうか。これは AR っぽいですね。あ、どっちも AR っぽい、なるほど。まあいきましょう。性能、ほい、はい、氷っぽの AR、 そしてこっちが性能、ほい、はい、マリルの AR ですね。なるほど。これはですね、まあ、診断のカードなので、僕は全然変えていない分ですね、持っていないので、これは個人的にはいい、悪くないと思ってます。1000円なんでね、まあ、1000円だとあれなんでしょうけど、でもこれはね、ちょっと僕持ってないんで、診断全然開封できてない身からすると、これ全然ありですね。もうありあり、全然いいですよ。まあこれからね、変えるかなっていうところではあったりするんですけれども、まあこれは全然ありでしょうということで、次行きたいと思います。よいしょ。続いて2口目ですね。さあ今度はなんだ。あ、待って、これノーマルっぽくないってことは、あ、あ違う、これはあれか、ダブレアか、 EX のダブルレアですね。こっちがノーマルっぽかったですよね。ほい、はい、フワライドのノーマル、そしてこれが、ほい、あー、なるほど、サーナイト EX のダブルレアですね。なるほど、これが有料カードという感じになっているってところですね。なるほどね。まあサーナイトはね、僕いっぱい持っているんですけど、でもね、サーナイトここ最近また来そうな感じですからね。なんでちょっとこれはまあいいですね。これは面白い。よし、有料カードっていうのもいいですね。バトルでも使えるんで、こういうのは全然悪くないかなと思いますね。はい、次行きましょう。3口目、これもサポートトレーナーズ、そして、あ、これは、はい、はい、超エネルギーの SR、 そして、ほい、はい、楓のノーマルという感じですね。なるほど、まあ、エネルギーの SR も入っていると。ここまで、3口開けさせていただいて、まあ、こんな感じというところですね。今のところ AR2 枚セットが個人的には一番好きですね。はい、次行きましょう。さあ次でございます。なんか当たり枠引きたいですね。これは V のダブルレア、トリプルレア、そして V スターですね。ほい、はい、翡翠ヌメルゴン V スターってことはヌメルゴンか。ほい、はい、翡翠ヌメルゴン V ですね。なるほど。まあ、ヌメルゴンデッキも僕は結構好きです。僕は好きですね。ロストヌメルゴンが好きなんで。あれちょっともう、これからも強化したいかなと思ってたりしますけど。まあ、ちょっとね、火力出る系多いんで、ちょっとその辺難しいですけどね。まあ、ちょっと、使ってて楽しいデッキってのがやっぱ一番いいかなと思ってたりするんでね。はい、ということで続いて、1、2、3、4、5口目いきたいと思います。トレーナーズ、スタジアム、そしてこっちが、あ、待って、これ3枚構成じゃん。新しい。厚みで気づけって話なんですけど、ほい、はい、ポケストップ、ほい、ポケストップ、そして、ほい、レントラー V、なるほど。え、ポケストップって今そんなにあれなのかな？まあ、有料カードの部類に入ってるんでしょうけど、これはなるほどね。ここまで、2、3、4、5000円分、これで6000円分の開封になります。ここまで5000円開封して結果こんな感じなんで、まあ、まあまあちょっとこの有料カードというもののこう壁に今ぶち当たっているようなところですね。またこれもあれだな、 EX のダブレアが入っている。でこれが、ほい、
はい、中ぬちゃんの、中ぬちゃんって何？デカヌちゃんの一個前。そして、おい、デカヌちゃん EX、デカヌちゃん EX。なるほどね。中ぬちゃんと、デカヌちゃんが2枚と。はい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 。なるほど。ちょっとこのオリバーが大体分かってきましたけれども、当たり枠引きたいぞ。大丈夫か？頑張れ。はい、次行きましょう。なんか1枚。これね、もうボタンとか引いちゃえば。あー、エネルギーだ。はい、鋼エネルギーの SR。ほい。はい、ミモザのノーマル。なるほど。そうね。ここでボタンとか引いちゃえば、アルセウスとか引いちゃえば、もうそれだけでもう後のカードは OK っていう感じになるんですけど、このままだとちょっと、そうっすね。このまま12口分終わると結構しんどい結果になりそう。あ、これもまた EX ですね。はい。はい、オリーニョの AR。そして、はい。はい、モトトカゲ EX のダブルレア。これはね、プロモパックのやつですね。はい。次行きましょう。いやー、ちょっと頑張ってほしいな。もう少し頑張ってほしい。1枚も当たり枠から抜けないのはちょっともったいない。頑張ってほしいな。ルカリオってことはこっち、ルカリオ EX じゃないの。はい。あとサーナイトですね。はい。サーナイト EX。2枚目でございます。あといくつ？あと3つしかないよ。やばいって。これやばいって。大丈夫これ。動画化できない説とかない？その、見せ場ないと動画にするのきつくなっちゃう。これ AR。あー、これもやってんな。はい。リンルー EX。そして、コジオ。なるほど。いや、診断変えないからさ、診断のカードある、欲しいんだけど、でも違うんだよな。オリバから欲しいわけじゃないんですよね。なるほど、いきたいと思います。カードマックスさん、頑張って。ちょっと、延々のオリバってこんなもんか。あ、やれ言うたん、ちょっと待って。これそろそろ、あ、待って。あ、UR？ え、何これ ?UR かな？あ、違う？何これ？あ、UR だ。SM8B？ タックオールスターズ？なんだ？なんか引いたね。行きましょう、せーの。ほい！おお!1 枚引けた！当たり枠だ！カプテテフ GX の UR ですね。なんかついてる？あ、取れた。おー、なるほど。あ、ちょっとこの辺に白掛けはあるかなって感じですけど。お、よかったー、当たり枠から1枚抜けたよー。あー、ちょっとほっとした。何にも来なかったらどうしようかと思いましたけど。オッケーオッケー、カプテテフ GX の UR。 よし。いや、全然多分金額的に見たらよしじゃないんだけど、金額的に見たらよしじゃないんだけど、でもよしだ、これは。当たり枠1枚引けたから、もうあとはオールオッケーでございます。最後まで売り切れまで買った、売り切れまで買ったということに意味があるというふうに思いましょう。はい。最後 EX ですね。はい。おー、これはいいですね。パオジアン EX ですね。オッケーオッケーオッケー。ちょ、パオジアンデッキもね、作りたいんですよ。パオジアンもうちょっと集まったら。ただ全然開封できないんで。スノーハザードはちょっとね、開封できそうな気がするんですけど、ちょっとパオジアンもうちょっと集めたいですね。はい。ということで開封終了いたしました。今回はカードマックスさんで購入させていただきました。激アツ1000円オリパを買わせていただいて、結果こんな感じ。12口売り切れまで買ってまいりました。ということでね、まあカプテル GX かなり久しぶりに見ましたけれども、無事ね、当たり枠から1枚だけでも抜けたんでよかったかなというふうに思っております。余り物には福があるというふうによく言いますけれども、まあ、今回残念ながら福はそんなに残っていなかったというところでございますけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価でお会いいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。診断のカードボックスよりもオリパの方がよく出る説。